いやあ、切なケースだよ。今回もアリスメアやっていきます。パート14あたりだったと思う、うろ覚え。ここでちょっとステラにピアノを弾いてもらったんですけど、30何点とか言おったな俺どうすればいいんだろうね。あれ、あ、ちょっと待って、また建物の中入ったで。え、こんなんじゃなかったよ。ちょっと待って、ここやってさ、ここら辺の岩場と似たような感じの壁だったやん。で、それがなんか劇的ビフォーアフターになってますけど一瞬にして建築され、こんなんだったっけ、こんなんだったような気がしてきた。これ見たことあるもん。いや、ちょっと久しぶりやけんさ、前回のパートもそれほどパッと見たけん、この場所も覚えてなかっただけかもしれんな。何やってんだろうね俺あ、イベントがここで。あ、私ね、自分の名前あまり好きじゃないの。ん？どういうこと？みんな私に手を伸ばそうとして、でも飛べないから落ちて死んじゃうわ。何の話でしょ私もただ高いところから見ているだけで何もできないの。ただ綺麗だからって近づいて、そして勝手に落ちていくの。でもそれでいいの。生きている人間なんてみんな汚れているわ。いや、前から思っとったけど、お前の言うこといまいち何の話かわからんのよ。日本経済の話でもしよんか。先生も自分の名前が好きじゃないって言ってたわね。先生本名出してないくせに何言ってんの先生って、先生としか呼んでない。いや、俺はちょっとパート1あたりで教官って呼んだことはあるけどな。先生はまだ何か隠してる。そうやろうな。あの野郎、あの野郎って言っちゃあかんけどさ、先生が何か喋ってくれたらこっちも何かこの状況が理解できると思うんやけど。どうするかはアレンに任せるわ。そりゃ先生に聞いとかな、この状況のことを。きっちり説明してもらんかったら理解できるわけあるわけないだろう。あるわけないだろう何か足りないのか、何が欲しいのか。わかったの。みんながどうして生きているように感じないのか。人はバツバツを失うと死んじゃうのね。バツバツってなんだろうね。私はあの時毒リンゴを食べるべきだった。みんな死んじゃった。アレンはどうするの？一緒に食べる？いや、食うわけないだろ。毒リンゴなんか一緒に食うわけないだろ。毒って分かっとって食うわけないだろお前。そう、みんなによろしくね。あ、ちょっと待ってお前、早まるなお前。おやすみアレン。え、手帳の切れ端を手に入れた。もう前からいいよけどさ、とことん手帳の切れ端の手に入れ方が雑やなてかステラ、お前白雪姫か。白雪姫だったんじゃ。みんな同じ目をしてる。理由はわからない。でも死んでいるの、みんな。ずっとそれを探しているけど見つからないわ。で、千は、歯はいる弟子。最後の方は文字が滲んでいての読めない。こんな残酷な運命や白雪姫あるか。俺が救い出してやるわキスでって気分だ。アレンだってそう思っていると思うね。しょうがない。さてここはどうなるんだろうな。もう一つ世界があるけど、これは先生の世界なんかな。とりあえず4つ目の鍵どうぞ。お帰りなさい。これで全ての鍵が揃いました。本当にお疲れ様です。世界のものは今回はないようですね。ページの切れ端、あれ
1枚しかありませんね。あ、1枚しかなかったっけな。あんま覚えてない。そういやステラに関しては家族のことが全然なかったな。なんでだろう。まあいいでしょう。白紙が多いだけのことです。黒色の手帳、白雪姫じゃなかったっけ。白雪姫やんけ、あの隣国って眠るやつって。あーもうなんかいろいろうろ覚えやな俺こんな子供でも知っとるような童話のことをうろ覚えてどんな頭したもん俺。さてあなたはどうします。随分と疲れてしまっているようですが。いや疲れとるよ、疲れとるけど、あと一つあるんだろ。鍵がさ、頑張るわ俺、もう最後までやっちゃる。夢から覚める方法ですか。夢とは違うのですか。そうですね、本当なら、いや方法なら教えてあげましょう。世界と世界をつなぐ方法は2つあります。一つは、まああなたには不可能だとして、もう一つ、アリスがこの世界で一番悪いと思う人をこの鍵で刺してください。は？何を言ってるんだ君は。どうぞ。世界の鍵。どういうこと？悪いと思う人。悪人サバ君、そんな人狼ゲーム的なことやらんでもいいと思うのに。何それ、えげつないな。そうですね、最後の扉の鍵も開けておきましょう。どのように行動するかはアリス次第です。アリスはこの世界では不安定な状態ですから、ずっといたら泡になりますよ。泡ってな、泡バブルショックか。泡になったらこれまでのやってきたことが水の泡にかけとんか全然面白ないわ。いい夢よ。あ、鍵全部、あれ5つって言わんかったっけ。4つしか取ってないような、てか4つの夢しか回ってないもん。え、もうこれでいいんじゃ。でもって5つ目の真ん中のやつが最後の試練的な感じなんだろう。この世界の鍵を先端部分尖ってるって書いてるやけど、武器じゃねえか立派な武器じゃねえかあのさ、あるゲームさ、ある有名なゲームでさ、ネズミが言ったよ、人を傷つけるものではないとね、キーブレードは人を傷つけるものではないとね。傷つけようとしてるやんで、この中入るやな。どんな世界なんや。ん？これ自分の部屋か。あ、自分の部屋じゃ。自分の夢って言ったとこかな。神様は6日で世界を作りました。人はバツバツを忘れ、世界をバラバラにしました。そして神様は2億日で世界を作りました。僕の手帳、とうとう喋った。アレンがとうとう喋ったで、何の心境の変かな。てか僕の手帳って、お前の手帳めちゃくちゃごついこと書いとる。なんか奇形伝のこと書いてるアリス、あ、戻ってきたんだよ。ここに、この部屋入れる。あ、無事のようじゃん。なんで避けたんお前なんで話しかけた瞬間避けたんお前。それおかしいって。俺そんなに嫌われとる。アレンだ、何して遊ぶ。さっき遊んだんだけど。だってまだ鬼ごっことか知ってないものをやりましょう。あ、でも先生に怒られちゃう。待っててね、違う遊び考えるから。リック、あら寝てるのね。あ、そうか、確かリックってチェルシーちゃう な、名前忘れた、名前忘れた。レッティじゃ。レッティがなんか幻覚で見ようだけやったな。そう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 、リックも一緒に遊べたらいいのにな。
つまりここで寝ようように見えるんだな。ここにおるんだな。おらおら、入れ替わってやったぞお前。レッディ、これを見てどう思う？入れ替わってやったぞお前。あはは、いい気味だ。性格悪っ。性格悪っ、このアレン。チェルシーちゃん。先生、見なかった？見てないよ。いや、この世界ではやな。さっきの世界では見たけど。また図書室で寝てるのかな。夜、すごく冷えるから、風邪ひきそうだよね。そうやな。先生が風邪ひいちゃったら、ご飯食べられないね。先生がご飯作るようやな、ここって。意外と先生料理できるんだ。お布団、持っていこうかな。優しいな、チルシーちゃんは。図書室で眠るんかな、先生。で、女子は。オレンさん、上着着ないけど、寒くないな。いや、お前とは違って、着たい方が違うんだ、僕はね。調子悪かったら、僕の使ってもいいからな。ありがとう。気持ちだけ受け取っとくわ。あ、でも先生のやつのがあったかない、あったかいぜ。大きいしな。気になるなら、先生が寝てるときに剥ぎ取ってみたら。その後のことは知らないけどさ。とんだいたずらっ子だお前は。あ、ステラ、さっきもあったけど、この世界では久しぶりって言うべきかな。なんでよけたんお前。なんでお前今よけたん。俺嫌われてるのかな。あれ、こいつに関しては喋ってくれないの。悲しそうに見つめてる。もうなんだろう、心の中が白雪姫なんやな。真っ白、白い、白雪姫っての白って心が白いって意味の。あれ、誰これ、誰これ。たまに見に来るけどさ、掃除も食事もあいつが全部いつの間にかやってるんだよな。ああ、ごめん、君たちも手伝ってるんだよね。俺は何にもできてないな。何にもできない以前にお前誰やねん。初めて見たぞ。大学にいた時は掃除なんかしなかったんだぜ、あいつは。資料は散らかしっぱなしだし、ろうそくの火も消さないし、あげくには資料室で寝てたよ。今もそんなに変わらない？ああ、教え子に情けないな。でも、いいやつだ。すごく変だけど、君たちの先生はとてもいいやつなのは確かだよ。いや、その前にお前誰やねん。俺とお前が知り合いみたいな前提で話しておけどさ、誰か知らんぞ。先生の知り合いなんやな。てか先生、大学卒業したんが。あの見た目で大学卒業したって、飛び級でもしたんかな。先生どこだろう？部屋におるかな？おらんな。なんか久しぶりにここ戻ってきて安心感がある。これは図書室におるパターンのような気がしてきたな。この人誰なんか聞いてやらな。おった、寝てる。これベッドみたいに使ってるけど、ソファよな。ソファよな、これこれ。先生、あいつ誰やねん。ああ、遊びたいなら、また明日遊ぼう。アリス君も使えてるだろう。何お前までアリスって呼んでるんだ、俺のこと。この世界、元の世界に戻ってきたんだろう。なんで先生、どういうことなん。おやすみ。おやすみじゃない。なんで俺のことアリスって呼ぶねん。それとさっきの男誰やねん。ただ寝てんじゃねえよお前。何、あ、こっからまたなんか違う世界行くんじゃんこれ。どうすっかな。行ってみたろ、行け。何ここ、何このベッドの数、めっちゃベッドあるやん。なんで
医務室病棟のなんか患者の部屋みたいになっとるよ。ここは怖いな。今日はこの辺で終わろう。いや、ただ時間がちょっと押しとるだけやけどね。ちょうどいい区切りって話なんです。というわけで今回はこの辺で、なんか元の世界に帰った割には先生が元の世界との待遇違うんですけど、俺のことをアリスって呼んじゃった。謎だ。ここは元の世界じゃないのか、元の世界に即印作られた別の世界なのか的な感じになってますけど、アリスメンってそんな話なんだろうか。まあいいや、とりあえず今回はここまで。 See you again。